ちょっとこういう風に強めに、はい、打つことです。いっちゃってる、いっちゃってる、いっちゃってる、やっちゃってる、こっちゃってる、アグネスチャンス。基本からの応用、90切り、転がすアプローチ、ピッチエンドラン、ピッチショット、はい、簡単にお伝えしていきたいと思います。まず、最初に考えることはグリーンに乗せましょうということですね。はい、アプローチでですね、よくざっくりしてしまってザクッてやってもう一回打つこととかもうたくさんあると思います。はい、僕も何回も経験があります。で、一番リスクが、ミスのリスクが少ないのがパターです。はい、で、実際パターグリーン周りからですね、一番最初に考えるべきはパターなので、最初は遠いところからでもパターで打つ練習をしてみてください。はい、じゃあちょっと打っていきます。これはちなみにグリーンまでだいたい3ヤードぐらいのところです。で、少しラフになってます。でも、はい、これあとちょっとボールが沈んでたらパター難しいです。例えばこうなってたらもうパター無理です。はい、パターで打つとボールがポコンとこう上がるだけになりますので、少し浮いてる形だったらパターの選択は大いに大丈夫です。で、ちょっと打ってきます。で、大体これが15メートル、15ヤードぐらいですね。で、乗せればいいので少し強めに打つことをお勧めします。ここがですね、ちょっとグリーンよりは転がらないのでちょっと打ってきます。ちょっとこういう風に強めに、はい、打つことです。そうするとグリーンに乗ってきます。はい、で、一番最初に考えるべきはパターです。で、例えばここだったらどうっていう形もあるんですけど、実際これでもパターでいけます。ただここだとパターの距離感の方が難しくなるので、ここで一番簡単なのはピッチングです。はい、ピッチングになります。この場合はピッチングでカラーの先に落としてあげると楽です。でもカラーの先とかっていう風に考えると目標がちっちゃくなってしまうので、考えるべきことはどこを超えるかです。アプローチの時に超えるべき、まず目標をですね、こういうラインを作って、ここは絶対に超えようっていう感じで打ってみてください。はい、よく例えばカラーの先とか丸を囲ってこの辺りに落とせばいいよとかってあるんですけど、ちょっと難しいですよね。うん、目標がちょっとちっちゃすぎちゃうので、なので僕でしたらやっぱり90切りの方はですね、90切りの方でもないんですけど、これは皆さんに言えることです。このラインを決めてそれを超えるように打つこと。ちょっと打ってきます。このラインだけ超えてこういうふうに打つことが大事です。大体でいいので、こういう風にやっていただくといいかなと思います。で、ちなみにここだとピッチングがちょっと難しくなりますね。はい、で、ピッチングだとですね、オーバー、奥にオーバーするケースも出てきますし、逆にちょっと手前に落ちてしまう、で、グリーンに乗らないケースも出てきます。ですので、ここではどちらでもいいんですけど、アプローチウェッジかサンドウェッジ、僕です52と58があるんですけど、ここで一番リスクがないのは50度ですね。52度で、そこのラインを越せるように打つだけ、このような感じで、はい、そうすると大体2パット圏内には行くので、そこを意識していただけたらなと思います。もう一回行きましょう。
にボールがあったらどうですか。まあパターでもいいですよね。この辺はパターでも OK で、ウェッジで、ウェッジというかアイアンで打つ場合はそこからだと9番でもいいです。まあ9番ないしは8番アイアンでもいいですね。これ9番アイアンですね。9番アイアンで、ここからだと一番最初はパターで考えるんですけど、もう次に考えるのは9番アイアン、まあ、とにかく転がしをまずメインに考えて短く持ちます。このような形で、ちょっと正面来てもらっていいですか。9番で打つんですけど、パターのように握ってみてください。肘をちょっとこう五角形にするような感じで、これはなぜかというとショルダーストロークにするためです。で、ここで腰を使ってしまうとちょっと距離が出すぎてしまうので、9番で打つ場合はショルダーストロークにしましょう。ちょっと五角形にしてパターを打つような構え、そしてショルダーストロークでこういう形で打ってきます。このような感じですね。もう一回いきます。ここから五角形、これをまっすぐ伸ばしてしまうとボールは飛んでしまいます。五角形にしてパターを打つような感じでショルダーストロークでこのように打ってきます。こうするとより安くなるので、ただ皆さん一番最初に考えるべきはパターです。グリーンの外からパターで打つのかっこ悪いとか結構言う方がいらっしゃるんですけど、そんなことはないですから。一番最善のクラブ、スコアが、最小で上がれる最善のクラブを持つことが大事なので、まずはパターを、パターが1番で、次に9番とか8番で、そこから、徐々にサンドウェッジに、移行していけばいいと思います。でもちろんこのカラーとこのボールとの距離ですよね。次はで距離がある場合はそこから、クラブをどん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 サンドウェッジに近くしていけばいいと思いますので、それを意識してみてください。ちょっとこの構えだけはしっかりやってもらいたいですね。9番とか8番の五角形、これすっごい大事です。これが飛ばないですから、ちょっと一回やってみますか。伸ばしてこれね、伸ばしてやるとボールってこういうふうに飛んじゃうんですよね。同じぐらいの振り幅で、ですのでぜひ五角形でパターみたいに打ってみてください。ということで、いっちゃってる。これであなたもスコップ。